トーマス・デイリーは、イギリスの男子飛込競技選手。10メートル高飛び込みを専門としている。2009年 FINA 世界水泳で、個人種目に15歳で出場している。デイリーは飛び込みを7歳から、はじめプリマスダイビングクラブのメンバーである。デイリーは9歳の時から、国内外の競技会にインパクトを与えていた。デイリーは、北京五輪英国代表の最年少選手であり、 水泳競技以外でも、すなわち鼓動大会では、全3カ国の選手の中でも最年少選手であり、同大会最年少ファイナリストである。2009年には、デイリーは自己最高ランキングでもある、国際水泳連盟の10メートル高飛び込みの部門で、世界ランキング1位に到達した。2010年コモンウェルスゲームズでは、イングランド代表として、 マックスブリックと望んだ10メートル高飛び込みシンクロと10メートル高飛び込み個人で金メダルを獲得している。そして2012年のロンドンオリンピックではイギリス代表として出場し10メートル高飛び込み個人で銅メダルを獲得している。2012年のデイリーのロンドンオリンピックでの成功とオリンピック時刻開催によるイギリス人のスポーツへの熱狂の夏後、 イギリスの TV ネットワーク ITV はスプラッシュという有名人に飛び込み台から飛び込んでもらうリアリティ番組でデイリーを主役として取り上げた。2013年1月5日土曜日の番組の放送で飛び込みをする有名人の指導者役としてテレビタレントとしてデビューした。この番組は560万人の視聴者による平均視聴率によって成功の評価を得た。 デイリーの最初のヒーローはカナダの飛び込み選手アレクサンダー・ディスパティエであった。ディスパティエは1998年のコモンウェルス・ゲームズで13歳で金メダルを獲得している。それにイギリスの飛び込み選手レオン・テイラー。テイラーは後にデイリーの助言者となる。デイリーは定期的なダイビングの講習を受けてコーチによって見出され2002年に競技団に加えられた。 デイリーの最初の競技会は2003年のザナショナルノービスチャンピオンシップスであり、デイリーは8.9歳少年の部でメダルを獲得している。同年9月にはサウサンプトンの招待競技会に参加し1メートル、3メートルと高飛び込みで優勝し、観客に広く注目されるようになった。デイリーはイギリス選手権では自分の年代の部門で1メートル飛びいた飛び込み。 3メートル飛びい飛び込みと高飛び込みで2004年、2005年、2006年のそれぞれ優勝している。2004年にデイリーは10歳の誕生日の後の月、デイリーはナショナルジュニアの高飛び込み競技会の18歳以下の部門で同大会最年少優勝者となった。2005年デイリーはザ・オーストラリアン・エリート・ジュニア・ナショナルズに招待選手として参加し、 14から15歳の部で、高飛び込みで1位、3メートル飛び板た飛び込みで2位となった。デイリーはまたアーヘンジュニアインターナショナルでは14から15歳の部において、高飛び込みで2位、3メートル飛び板た飛び込みで3位となった。2006年のコモンウェルスゲームでは、基準の変更で、年齢のせいでイングランド代表に選ばれなかった。2006年、 デイリーは18歳以下の高飛び込みと3メートル飛び板飛び込みのイギリスチャンピオンであり、2007年のシニアブリティッシュチャンピオンシップスの10メートル高飛び込みでは2位であった。デイリー2008-2007年1月12歳の時、デイリーはオーストラリアユースオリンピックフェスティバルに特別に参加を認められた。この競技会の参加年齢は通常15歳以上であった。 長引く親指の怪我を抱えて参加し、デイリーは10メートル高飛び込みシンクロで W ・カラム・ジョンストンと共に銀メダルを獲得した。2007年末、英国水泳協会のイングランド選手のための選手権の高飛び込みシニアの部のタイトルを獲得している。2007年、デイリーはまた個人種目では2度4位に終わった国際水泳連盟のグランプリとワールドシリーズにも 参加している。2008年1月、デイリーは英国選手権10メートル高飛び込みで優勝し、同大会での10メートル高飛び込みのシニア部門の最年少優勝者になった。デイリーはまた10メートル高飛び込みシンクロ部門では、ブレイクアルドリッジと共に優勝している。2週間後、スペインのマドリッドのグランプリでデイリーは高飛び込み個人で銅メダル。 シンクロメダルで銀メダルを獲得し、国際水泳連盟のサーキットで最初のメダルを獲得した。デイリーとアルドリッチは2008年 FINA 引込み、ワールドカップでシンクロで銅メダルを獲得した。この時の得点はイギリス記録であり、デイリーは世界的競技会での最年少の男子メダリストとなった。デイリーは個人競技では7位であった。 2008年3月、アイトホーフェンで開催されたヨーロッパ水泳選手。以前の最年少優勝者は、スコットランドの競泳選手ヤンブラックで、1958年大会で17歳の若さで金メダルを獲得している。デイリーは2008年北京五輪の10メートル個人高飛び込みの参加資格と10メートル高飛び込みシンクロの出場資格を得た。 2004年のアテネ五輪の銀メダリストのレオン・テイラーの引退後のことであった。彼が1960年のローマ五輪に想定ペアで出場した COX のケンレスターの13歳144日を超えるイギリス史上最年少の逸話選手になることにイギリスのメディアは当初は批判していた。北京五輪では10メートル高飛び込みシンクロでは8位、個人10メートル高飛び込みでは7位となった。 逸話出場から1ヶ月後、デイリーは FINA ジュニア世界選手権に初めて参加した。デイリーはカテゴリー B の高飛び込み部門で中国の旧波とウダンリュチョンの間の549.60点で2位となった。しかし3メートル飛びた飛び込みの同じカテゴリーでは485.25点で2位となり、再び中国の2人の選手。 ウダンルチョンと王鵬に挟まれることになった。デイリーは2007年 WBBC スポーツパーソナリティオブザイヤー・ヤングパーソナリティを受賞した。デイリーはこの時から2012年のロンドン五輪のメダルの有力候補とみなされていた。そして BBC のテレビシリーズオリンピックのリームズで2012年の逸話開催まで追跡取材を受ける逸話選手の一人になった。 2009年2月には、デイリーは、イギリス10メートル高飛び込み選手権で2位の選手とは133.45点差の、自己ベストの517.55点をつけて、優勝した。デイリーは10メートルシンクロのタイトルは、防衛できなかった。デイリーのパートナーのブレイク・アルドリッチが、競技会数日前に、ナイトクラブでの喧嘩で怪我をして出場できなかったので、ある。 この年の3月の上州でのワールドシリーズにおいて、デイリーの個人ベストは540.70点に改善され、翌月のシェフィールドのワールドシリーズを2位で終えた時には、デイリーの自己ベストは540.85点に上昇した。五輪の間、デイリーとブレイク・アルドリッジは共に競技をしてきたが、この期間中に、アルドリッジはデイリーの母に電話をかけた。アルドリッジが、 ナイトクラブでの事件で負傷し、イギリス選手権の参加を逃した時デイリーの父は、息子には違うパートナーを持ってほしいと言った。2009年の4月に、マックス・ブリックと競技を始めた。ブリックは、デイリーとは12歳もの年の差がある、アルドリッジと対照的に、デイリーより2つ年上だった。このペアは2009年5月8日、アメリカのフォートローダーデールでの競技会で10メートル高飛び込み、 シンクロノブで銀メダルを獲得した。デイリーは個人競技ではデイリーのダイブの一つは10人中7人が満点をつけた新たな自己ベストである554.90点で優勝した。2009年の FINAA 世界水泳ローマ大会ではデイリーは個人種目で予想外の優勝をした。デイリーの点は539.85点と低い。 水準であったが、デイリーの競争相手も、決勝のダイブの得点で、中国の旧波は532.20点、ジョラキシンは530.55点といった風に、低調であった。世界選手権での10メートル高飛び込みシンクロでは、デイリーとブリックは、新しいペアによる、ジグハグなダイブのせいで9位となった。2010年2月、 イギリス選手権10メートル個人高飛び込みで3.6タリフしかデイリーに与えられていなかったので、デイリーは5255バイトのダイブを初めて披露した。この競技会では、デイリーはピーター・ウォーター・フィールドに次ぐ40.05で2位となった。2010年3月にジンタオで開催された FINA ダイビングシリーズの10メートル競技では、 デイリーは2つの新たなダイブを披露し520.35点で4位となった。4月1日にメキシコのベラクルスで開催されたワールドシリーズにはデイリーは10メートル個人種目での参加者に選ばれなかったが3日後に同じ会場で2度目の競技会が開催されデイリーは519.70点で4位となった。これは今季2番目に高い得点である。8月に デイリーは10メートル個人種目のタイトル防衛のためにハンガリーのブダペストで開催された2010年ヨーロッパ水泳に参加した。ところが10メートルシンクロの際の上腕に頭筋の痛みのせいで10メートルのシンクロも個人種目の参加は取りやめになり2週間後にシンガポールで開催される2010年夏季ユースオリンピックに参加できるかどうかも怪しくなった。 その後デイリーは3メートル飛び板飛び込みには参加するが10メートル高飛び込みには参加しないことが発表された。デイリーは3メートル飛び板飛び込みに参加し9位となった。2010年10月12日デイリーはインドのニューデリーで開催されたコモンウェルズゲームズに参加し、デイリーのチームメイトのマックスブリックと共に10メートルシンクロ種目で金メダルを獲得した。翌日、 デイリーは10メートル高飛び込み個人でも金メダルを獲得した。2010年11月、デイリーは BBC スポーツパーソナリティオブザイヤー2010と BBC ヤングスポーツパーソナリティオブザイヤー2010両方にノミネートされたスポーツ選手の一人になったと発表した。デイリーのキャリアで BBC ヤングスポーツパーソナリティオブザイヤーの受賞は3度目であり、 三度受賞した人はデイリーが初めてである。2011年のシーズンの間、2012年ロンドン五輪で最高のシンクロのペアを作るためのイギリス水泳界の継続的な事業として、デイリーはシンクロ部門では2004年アテネ五輪銀メダリストのピーター・ウォーターフィールドとペアを組むことになった。2011年ナショナルカップイギリス選手権は、 シンサウスエンド水泳競技センターで1月28日から30日の間に開催された。デイリーは3メートル飛び板飛び込みでは、ジャックラッファーについで2位、ウォーターフィールドと共に臨んだ10メートル高飛び込み、シンクロでは優勝した。翌日、10メートル高飛び込みではウォーターフィールドが494.25点で472.35点の デイリーを破り2年連続優勝を果たした。3位は472.35点のマックスブリックであった。中国の上海で開催された世界選手権ではデイリーは再びウォーターフィールドとペアを組んだ。しかしウォーターフィールドは競技会の1週間前にインフルエンザのような病気に5日間かかっていた。その結果デイリーらは6位となった。個人種目では デイリーは9 2011年7月27日、デイリーはロンドン五輪開催まであと1年のカウントダウンが始まったロンドンの新しい水泳競技場で初めてダイブをした。その様子は BBC1 チャンネルで生放送され、インタビューでデイリーは水泳競技場でのダイブで開催まで残り1年を切れたのはすごく光栄だよ。 ほんの数年前は遠い先の夢だったよ。僕が週末に選ばれて最初のダイブをした事実は完全な光栄だよ。来年とチームグレートブリテンの活躍を待ちきれないよと言った。2012年のシーズンは、デイリーは親指の痛みを理由にナショナルカップを競技会数日前に棄権した。同年2月イギリス飛び込み競技のアレクセイ・エングロフ監督は、 デイリーのメディアとコマーシャル活動が、デイリーの五輪に向けたトレーニングをダメにするのではないかという危惧を表明し、デイリーを倫理的に批判した。デイリーとウォーターフィールドが、ロンドン水泳センターで開催された、FINA ワールドカップでの10メートル高飛び込み、シンクロで7位に終わると、このコメントは支持されたように見えた。デイリーとエヴァングロフとデイリーの代表者との公開の会議の後、 デイリーはドバイで初めて開催される FINAA ダイビングワールドシリーズへの参加を継続し、デイリーとウォーターフィールドは10メートル高飛び込み、シンクロでは4位となり、この時デイリーは10メートル高飛び込み個人では銀メダルを獲得した。一週間後北京で開催された競技会でデイリーとウォーターフィールドは10メートル高飛び込み、シンクロで銀メダルを獲得し、 この時は10メートル高飛び込み個人で、デイビーは銀メダル、ウォーターフィールドは銅メダルをそれぞれ獲得した。3週間後のモスクワでの競技会では、デイリーは高飛び込み個人で銀メダルを獲得、シンクロは5位に終わった。メキシコのティファーナで開催された今年最後の DWS ミートでは、デイリーは個人高飛び込みで金メダルを獲得し、シンクロ競技ではウォーターフィールドとのペアで、 銅メダルを獲得した。しかしながら、これら競技会の、この種目には中国は参加していなかった。2012年のダイビングワールドシリーズでは、デイリーとデイリーウォーターフィールド組の両方ともが10メートル高飛び込みの個人とシンクロのすべてを制した。2012年4月、デイリーはまた140点の差で、イギリスエリートジュニアの10メートル高飛び込みのタイトルを獲得した。 これがデイリーの出身地のプリーマスの新しいライフセンターで開催された選手権のジュニア競技にデイリーが参加できる最後の年となった。2012年5月デイリーはアイントホーフェン選手権で銀メダルのビクトルミニバイフを49.65点上回る565.05点で金メダルを獲得しヨーロッパでの10メートル高飛び込みのタイトルを獲得した。 2012年6月に、シェフィールドで開催された英国石油、ダイビング選手権は、逸話代表選考会であったが、デイリーとウォーターフィールドは10メートル高飛び込み、シンクロで、イギリス新記録になる475.77点で、タイトルを手にした。この記録は333.72で、銀メダルになった、ダニエル・グッド・フェローとロス・ハスラムより140点も、上回る。 10メートル高飛び込み個人では、デイリーは547.60点で、ウォーターフィールドの452.80点と、ジェームズ・デニーの390.20点を上回り、2000、オリンピック、編集銅メダルを持つデイリー、ロンドン五輪外線パレードにて、イギリスでは、デイリーは長い間2012年ロンドンオリンピックの、ポスターボーイとみなされてきた。文字通り、 デイリーを描いた80フィートの高さのバナー広告が、ウェールズのカーディフのジョン・ルイス百貨店の建物に懸垂されていた。その間に、デイリーと同じように7種競技のジェシカ・エニスの高さ40フィートのバナー広告が、シェフィールドの視点に懸垂されていた。大会最初の月曜日に開催される10メートル男子高飛び込み、シンクロ競技は、デイリーとウォーターフィールドが、 チームグレートブルテンに最初のメダルをもたらす好機であると希望を持たれていた。しかし、3回のダイブの後ペアは、競技をリードしていたのだが、片方が4回転半中返りを4回中返りに、はしょったために2人は、メダル競争から外れ、454.65点の4位に、終わった。中国の総延、昌丸全ペア、メキシコのイファン、ガルシア、ヘルマン・サンチェスペアの、 アメリカのデイビッド・ボーリア、ニコラス・マッコリーペアラの後人を廃することになった。この失望の後、デイリーは、口に汚いツイッターのツイートの標的となる論争が起きた。この結果、警察は、ドーセット州のウェーマス在住の17歳の少年と28歳のプロサッカー選手を差別的な書き込みを理由に逮捕した。ロンドン五輪最後の金曜日に10メートル男子高飛び込みのために、 ロンドン水泳競技場に戻ると、デイリーはファンにひどい結果による懸念の原因を与えた。準決勝に向けた予選では、デイリーは18人の準決勝進出選手の中で15位、448.45点であった。翌午前中の準決勝ではもっと良い結果がデイリーを4位、521.10点に押し上げた。これは9波の563.55点。 林役の541.80点、ボーディアの531.15点に続くものである。決勝は劇的な形で始まった。この時デイリーのスターとしての地位はデイリーの元に帰ってきた。つまりデイリーがダイブするときに多くのカメラのフラッシュがたかれ、それがデイリーの気を散らし75点しか得られなかった。審判への抗議の結果彼に、 ダイブの再演技が許可された。この時に彼は91.80点をつけた。人々を夢中にさせる競争である飛び込みの決勝が始まるまで、デイリーは9波とボーディアに0.15点まで縮まっていた。しかしデイビーの最後のダイブは3.3だけの難度のものであり、二人のライバルは3.6のダイブをした。結果、デイリーは556.95点で、 銅メダルを獲得した。アメリカのボーディアは568.65点で金メダル。中国のキ波ナミは566.85で銀メダルとなった。世界ジュニアダイビング選手権編集2012年10月にオーストラリアのアデレードで開催された FINA ジュニアダイビング選手権ではベイリーは強力なイギリスチームを引き、 少年男子 A の3メートル飛び板飛び込みシンクロで、ジャックローと共に臨み、これを制した。ラッファーはこれより前に3メートル個人では、優勝していた。デイリーとローはペアでの練習量が少ないにもかかわらず338.85点をつけて、イリアクズミンとマクシム・ポップコフより30点を上回る、得点を出した。10メートル高飛び込み個人では、 デイリーは5回目のダイブでは5人が10点を2人が9点を出した663.95点で、要件と沈黙さもを上回り競技を制した。2013年1月、デイリーは有名人が飛び込みに挑戦するリアリティ番組スプラッシュに出演した。番組中、デイリーは飛び込みに挑戦する有名人の専門的なアドバイザーを務めた。この番組には、 批判的な意見が多く寄せられたが、毎週土曜の夜に5度にわたり放映された番組のどれもが高い視聴率獲得し、2014年にリニューアルして第2シーズンが放映されることが決まった。2月8日から10日にわたりデイリーの本拠であるプリマスのプールで開催されたイギリスガスダイビング選手権では、デイリーは10メートル高飛び込み個人に出場し、 ジェームズ・デニーとダニエル・グッド・ヘローを上回る501.00点で優勝した。デイリーはシンクロ競技には出場しなかった。パートナーのウォーター・フィールドが逸話の後経済的支援をなくしたからである。デイリーの新しいシンクロのパートナーはまだ決まっていない。リオデジャネイロ五輪の男子10メートルシンクロ高飛び込みで銅メダルを獲得した。ウィズ・ダブルー ブレイク・アルドリッジ・ウィズ・ダブルー、マックス・ブリック・ウィズ・ダブルー、ピーター・ウォーター・フィールド・ウィズ・ダブルー、ジャック・レイファー・デイリーは、プリマスで母で、ピート・ウィリアムとベンの二人の兄弟と、暮らしている。父のロバートは、長期間の癌の闘病の後、2011年5月27日に、脳腫瘍で40歳の若さで死去している。様々なジュニア選手権の1メートル飛び板飛び込みで、チャンピオンのなった。 アメリカの女子飛び込み選手、キャシー・クックは、デイリーの良き友人であり、13歳の時からの知り合いである。2012年に、デイリーメールによって二人は特別な仲だと噂された。後に、デイリーはこの噂を否定している。ロンドン五輪期間中、デイリーとデイリーのパートナーピーター・ウォーター・フィールドは、プロサッカー選手によるホモホビック的なツイートの対象となった。 2013年の12月2日、デイリーは自身で YouTube に動画を投稿し、その中で男性と交際していることを公表した。動画の中では女性はまだ好きだが幸せな時はないと発言している。デイリーの交際相手はアメリカの映画脚本家のダスティン・ランス・ブラックである。二人の関係は2014年5月に公になった。 二人は現在ロンドンで一緒に生活している。2015年、かねてから交際していたダスティン・ランス・ブラックとの婚約を発表。発表はタイムズ市経庁欄に告知での発表だった。2017年5月7日、ダスティン・ランス・ブラックとデボンホテルにて結婚を表明。11歳から14歳までデイリーは、W ・エッグバックランドコミュニティ・カレッジで学んでいる。 13歳の時デイリーは W ・チャイルドラインの著名なサポーターになった。これは児童虐待防止のための国民団体によって引かれた子供たちのホットラインである。この時デイリーは18ヶ月前にいじめにあっていたことを明らかにしている。2009年にデイリーはプリマスの主要な地方紙ヘラルドに対して、逸話以降、学校でいじめを受け続けていると訴えた。 そしてデイリーの父は BBC にその問題に対する対応が効果的でないのでデイリーを一時的にその学校から転校させたことを述べている。デイリーはこの問題についてメディアで話したことで賞賛された。デイリーに W ・ブライトンカレッジの独立学校が受講するための奨学金全ての提供を申し出ている。 しかしデイリーの父が自宅から遠いことからこれを断った。そしてプリマスカレッジの独立学校のとの交渉に臨んだ。プリマスカレッジは大変重要な奨学金をデイリーに提供した。プリマスカレッジは定期的に水泳奨学金を提供し、その対象にはなった元生徒には2008年北京五輪のメダリストキャシーパッテンも含まれる。数週間後に デイリーのプリマスカレッジの大学が確認された。デイリーのロンドン五輪での関わりを記念するドキュメンタリートム・デイリーイギリスのためにライブが2012年7月23日による10時35分から11時30分に渡り放送された。この日は逸話会開式の4日前であり、デイリーの2012年への挑戦がついに始まる7日前である。デイリーは 小さな団体に過ぎない GCSC をデイリーの飛び込み競技関連のものに合うように取り上げた。デイリーはスーパーモデルのケイトモスにデビットホッケーによるイタリア、ボーグでのフォトショットのオリジナルポートレートの再現のためにポーズをとってほしいと説得した。これは偉大な芸術作品を再現している GCSC のフォトグラフィープロジェクトの一環としてであった。 モストの会議の後実現した。デイリーは一つの A と八つの A の評価を GCSC スで受けた。2012年、デイリーは2年の数学、スペイン語、写真撮影の A レベルの学業を修了した。2012年のロンドン五輪の重圧月に面しているために、デイリーは国際バカロレア資格の受験しない決断をした。デイリーは写真撮影では A、スペイン語では A、数学では、A A レベルズの評価を受けた。ありがとうございます。